束通り見に来てくれたんだね。とっても嬉しいよ。キュー。え？隠れたから大丈夫だよ。でも、万が一誰かに見られてたらまずいか。ほんと？今日のライブよかった？ああ、あの曲ね、お米が作曲した曲なんだよ。あ、ごめん。せっかく来てくれたのに、お茶も出さないで。よいしょ、ちょっと待っててね。よいしょ。ちょっとアイスティーしかなかったけどいいかな、うん、よいしょっと。よいしょ。まだだよ、もうちょっと待って、うん、お米特製だからね。はい、どうぞ。おいしい？そう？よかった。特別なアイスティーを用意したからね。そうそう。それでね。もう寝ちゃった。おはよ。目は覚めたかな？ここはどこかって？お米の秘密の地下牢だよ。今日からここは二人の愛の巣としまーす。わーい。え？動けない？うん、君はこれから一生お米に飼われて生きていくんだよ。どうしてって？そんなのお米が君のことを愛してるからに決まってるじゃん。お米は寂しかったんだ。忙しくて君に会えなくて。アイドル活動を始めて昔みたいに君と全然会えなくなっちゃったでしょ？あと、会えない間に君の周りに他の女の子が近寄らないようにするの大変だったんだから。え？何をしたかって？他の女の子の話なんていいじゃん。どうだって。ん？怖くて不安なの？もしかしてお米と一緒にいることが怖いの？あ、そんなことない？あ、知らない場所で怖くなっちゃったんだよね。ごめんね。うん。大丈夫。ここはお米と君の愛の巣だからね。不安なら、お米が抱きしめて、いい子いい子してあげるね。じゃあ、抱きしめてあげるね。いい子いい子。怖くないよ。ずーっとずーっと一緒にいようね。よしよーし。うん、大丈夫。お米のこと好きなんでしょ？うん。お米に任せれば大丈夫だから、安心してそばにいてあげるから。よしよし。どう？落ち着いたかな？よかった。あれ？お腹すいたの？そうだと思ってお米が握ったおにぎりを持ってきたよ。
ちょっと待って、持ってくね。じゃあ、これこれ、これだよ。はい。あーん。どうしたの？飲み込めないの？体に力が入らなくて、ご飯が飲み込めない？きっと、それは、薬が効きすぎちゃってるんだね。じゃあ、お米が口移しで食べさせてあげるね。よいしょ。よくおごり。あーん。どう？おいしい？よかった。じゃあ、もっとあげるね。お米の唾液と混ざったご飯、おいしい？お米も君の唾液と混ざったご飯、おいしいよ。なんだかお米もお腹空いてきちゃったな。口寂しいし、君のお耳を舐めたいな。いただきまーす。え？耳が汚れてるから恥ずかしい？お米はむしろ、そっちの方が嬉しいけどなー。そうだな、どうしようかな。じゃあ、耳かきしてあげるね。綺麗になったら、舐めさせてね。膝枕してあげたいけど、逃げたりしたら困っちゃうからな。仕方ないから、縛られたままで耳かきされてね。じゃあ、耳かきするね。じゃあ、こっちの耳から行くね。どう？あんまり動かないでね。間違えて鼓膜を突き破っちゃうかもしれないから。奥の方も失礼しますよ。どうかな？綺麗になったかな？だいたい綺麗になったかな？じゃあ、梵天でキレイキレイしましょうね。はーい。ふわふわふわわー。ふわふわー。いい感じかな。気持ちよかった？じゃあ次はこっち。失礼します。どうかな？気持ちいい？こっちは結構
詰まってますね。よしよし。いい感じ。きれいきれいになっていきますよ。よいしょ。じゃあこっちも梵天でふわふわするからね。はーい。ふわふわー。綺麗になりました。え？腕が痛い？ごめんね、すぐに。よいしょよいしょよいしょ。今、腕の拘束具を外してあげるね。あれ？あれあれ？鍵がない。仕方ないなぁ。これで、拘束図ごと、切っちゃおっか。え？このチェーンソーの血は誰のかって？あの女の子の話はどうでもいいって言ってるでしょ。手まで一緒に切られると思ったって？そんなことしないよ。だって大好きな君をいっぱいキューってしたり、君の耳を舐めさせてもらうんだから。あといっぱいキスもね。